皆さんこんにちは、トミクです。今回ですね、やってきているのは埼玉県魚市場、大宮市地方卸売市場というところに来ました。なんでね、今回は大宮というね、海なし県、まあ埼玉のね、市場を選んだのかというと、コメントとかインスタの DM で圧倒的に多かったのが、大宮の市場どんなものがあるのかレビューしてくださいということで、今回やってきたんですよ。で、今11時前なんですよ。結構ね、もう昼前ぐらいなんです。というのも、ここのね、食堂全部11時スタートなんですよ。っていうので、朝早く来れないと、多分魚の仕入れぐらいしかできないので、今回ちょっと遅めの時間で来ました。真向かいにあるのが水産棟なんで、とりあえず一応中見せましょう。大宮地方卸売市場、埼玉の大宮にある卸売市場。大宮駅から行けるのかと思いきや、そんなことなくて、ちょっと交通の便は不便なので、車で来た方がいいかもしれない。そして見ての通り、駐車場は意外と止めるスペースがあります。ここは左が水産、右が青果と分かれているので、とりあえず水産側から入ってみましょう。時間が11時前だったんですが、撮影日が土曜日の一般開放日ということで、お店がやってるところとやってないところがありました。飲食店専用のお店とかはシャッターは閉まってましたけど、もしかしたら一般の人も買うかもみたいなお店はまだやってました。そして水産棟の半分はお肉屋さん。さすが海なし県。ちなみに肉屋はこの時間でもバリバリやってる感あったので、お昼前に来てもここは買えますね。水産でやってるお店も普通の魚屋さんというよりかは、一般的な市場で売ってるような感じです。ここは水産棟の方なんですが、なぜかお花屋さんもありました。そしてメインの食堂は水産エリアと青果エリアにあるので、とりあえず青果エリアから順番に見ていきましょう。市県の卸売市場っていうのは、ここ合わせて群馬とここしか行ったことないんですけど、共通として言えることが、水産がちっちゃいですね。水産の半分が多分お肉エリアなんですよ。2分の1が、青果棟という風になってるので、埼玉はあんまりお魚はお魚ではないと。青果棟側のね、食堂街がこれなんですよ。青果棟側はラーメン屋、カレーとかさ、そういうものが多いですね。美味しそうですけどね。こういうところのカレーとかってすごくね、ボリューミーなんで、で値段も結構安いじゃないですか。いいと思います。一応青果棟側にも海鮮丼的なのがあるんですけど、ここまだ11時スタートだ。ここはでも海鮮丼のお店ではなさそうですね。なんか多分ここのお店かもしれない。なんかね、アジフライがね美味しいですみたいなことをね結構言われたんですよ。水産棟側の食堂行ってみようか。多分ね、水産棟側の食堂が10時ぐらいから開いてると思うので、でお寿司屋さんもあったんですよ。経験上わかるのは、卸売市場の中に入っている寿司屋って大体外れないんですよ。値段もねお安いんですよね。築地市場とか豊洲市場っていうのは結構な金額するんですけど、まあこういう地方のね、市場のお寿司屋さんっていうのは大体もうね安い。こちらが水産エリアの食堂、青果棟と比較してもかなり分かりやすい。なんかあのポケモンのソードシールドみたいな分かれ方ですね。お寿司屋さんがある大きい店舗はこんな感じ。メニューを見たんですが、思ってたより安い。そして定食やレトロな海鮮丼や食品サンプルに人気を感じますね。そしてこれくらい実物大きかったらかなりやばいんですが、詳しい方ぜひコメントお願いします。そしてここは面白い、わがまま丼がありましたね。北海道の三角市場でも同じ名前のがありました。しかもこっちは1200円。入れますか？はい。店内はラーメン屋さんのような感じ。お茶が可愛いですね。土曜日なのか混んでました。ただ観光客が来るような場所ではないので、並ぶほどではなかったです。頼んだのがこちらのわがまま丼1200円。なるほど、素材を見てもうまいこと調整されてます。とびっこ焼き肌の月見でも、ウニもイクラも入れてるという、天才的なバリエーション。ただこれを頼もうとすると、同じ値段でもっとボリュームあるものを勧められます。早速いただきましょう。気持ちお米多い気がするけど、思ってたほど。ただボリュームはすごい。
そして米はおそらく白米だけど程よく冷めてるので抵抗なく食べられます。わさびも別皿なので間違えて食べる事故を防げるし、そんなにツンとこない。これは非常に美味しい。そして安い。ただ海鮮丼こよなく愛しますっていう人には邪道な感じがするので、そういう人にはおすすめしないかな。そしてお味噌汁は家庭で作るような白味噌で作ったお味噌汁の味。どっちかというと安くてうまい海鮮丼うへへな人におすすめ。満足度はかなりすごいですね。群馬はさ、お寿司屋さんと定食屋さん2軒しかなかったんですけど、ここ めっちゃあるんですよ。まあ、今回はやっぱ俺のお腹のキャパとか健康的な問題もあるんで1軒か2軒なんですけど、またここはねもう1回分の動画は撮れそうな気はするんですよね。まあ、この動画のグッドボタンを買ったらやろうかな。結構いろいろあるんでね。で確かに美味しいですね。次はねこのお隣のお寿司屋さんに行こうかなと思います。2軒目のでかい店舗のお寿司屋さんみたいなお店、ここは食券制。俺は7貫の寿司とあら汁、これで1000円いかないんですよ。なんとコスパ最強なんだ。他の寿司も11貫で1500円いかないくらい。実際のネタの種類にもよりますが劇的に高いってわけでもない。7貫でも回転寿司で一皿200円と考えれば割安ですよね。海鮮丼とかはないけど刺身定食的なのはありました。そしてこの食券をカウンターにいる店員さんに渡してお寿司が来るのを待ちます。店内は高速道路のサービスエリアのフードコートにお寿司屋さんをつけたような感じ。さばいてお寿司を握ってるのは女性の従業員の方がしてました。でもその後に混んできたのかおじいちゃんが入ってきて握ってくれました。これが7貫で750円。見た目的には普通のお寿司感がありますね。あら汁でかっ。しかもちゃんと寿司ネタで出たあらを使ってるっぽいぞこれ。あらが豪快だな。早速いただきましょう。寿司はシャリの濃度が高めなのか気持ち固め。でもわさびネタシャリとのバランスが意外と悪くない。マグロはキハダとメバチですかね。うまいけどこれもお寿司味わいたいよりお腹をお寿司で膨らませたいみたいな人におすすめです。そしてあら汁、もしかしたらこっちがメインでいいかも。アラも肉厚なので普通に食べても美味しい。見てる感じマジで常連かイオンに来る感覚で家族連れで来てる人たちばっかりですね。まあ、確かに他県とか観光で来なよっておすすめは正直しにくいですけど美味しい。正直俺もねもう一軒行こうと思ったんですけど、ボリュームがねすごく多すぎてどのお店も3軒目はやめとこうかなと。この動画のね評判良かったらまたここに来て別のところ2軒行くのはありだと思うので、大宮ってすごい東京からも近いのでまた行きやすい場所ではある。ただ電車で行くには難しいかもしれないということで、まあ皆さん来るときは車の方がいいです。はい、シリーズ化継続のためにグッドボタンとチャンネル登録お願いします。